はい、財務チャンネル春木塾です。今日ご紹介するアイテムはこちら、トランプゲーム大全ですね。まあ今日はこちらの方をご紹介してみたいと思います。はい、このトランプ大全ですね、しばらく前にちょっと別のレビューをお届けしたこの大豆ゲーム百科ですね。まあこの時にね、トランプの大全がありますよって話でちょっと登場させたんですけども、このトランプ大全2014年にね、奥付けには出たことになっていますね。でトランプの本ってまあさっきの大豆ゲームの本と違って、まあ結構国内には出ているんですけども、まああの何ですかね、いわゆる子供向きのルールが多かったりするものが多くて、なかなか本格的なものなくて、まあ私の手元ちょっと探してみたらですね、例えばあの古典のですね、松田さんの書かれた面白いトランプゲームですね、これまあ200ページぐらいがあって、まあかなりしっかりとした読み物というか、中もまあいろんな背景と書かれていて、かなり面白いトランプゲームに書かれている本なんですけども、これでも中ね10種類ぐらいしか書いてないですね。200ページあって、まあそこそこの本なんですけど、まあ10種類ぐらいしか中に紹介されてなくて、ちょっとその種類の面では残念だなっていう感じがしていて、まあ他だと、例えば草場さんのね、ザ・トランプゲームの本ですけども、まあこれも結構書いてあって、まあこれ人数別にね、中のルールが整理されていて、これだいたい50種類ぐらい入っているんですね。なかなかね、ファミリーゲームっぽいね、いわゆるよくあの、なんですかね、写真が対応されたりして、なかなかちょっとね、一般層を狙ってるかな、いう中の想定になってますけど、まあこれは50種類ぐらいだったんですね。まあそれでも50種類ぐらいで、結構子供用ルールとかも入ったりするので、まあそのぐらい出したんですね。で、もう一個、さっきの松田さんの代わりであったもう一つのやつで、このトランプゲーム辞典っていうのがあって、まあこれが割と多かったんですよね。で、これ中身をあの確認してみたら、だいたい80種類ぐらいから、80から90ぐらいかな、80から90種類ぐらい入っていて、これ割と、細かい文字で割としっかり書かれていて、まあ国内のやつだとこのトランプゲーム辞典ですね、松田さんのトランプゲーム辞典が割と私参考にさせてもらってます。ただこれね、1988年のものなんですね。もう結構古くて、なかなかもう今入手が難しいんじゃないかなという感じでしたね。まああの主だったゲームだとこういうので、で私があのまあ日本語でないやつだとこのザ・ニュー・コンプリート・ホイール・リバイスっていう本で、これは700ページぐらいある本なんですけど、まあ必ずしもトランプだけではなくて、まあ、表紙にあります通りバックギャモンとか、まあ、ダイスゲームとか、まあ、チェスのねいろんなゲームとかが載ってて、まあ、これはこれで結構中の読み戻しても楽しくって、私時々この中から見てはいろんなトランプゲームをしたりはしていましたね。これ結構ね完全に辞書サイズですよね。まあ25ドルぐらいの本だったので、私割とこれを重宝していて、何かのトランプゲームを探すときはまあインターネットがね今みたいに簡単に探せるより前はこれをよく調べたりしていましたね。まあこのぐらいのねしっかりした日本のトランプゲームの本が出てくれればなと実は結構思っていたんですけど、でこのトランプゲーム大全ですね、まあ正直これがあればもう相当いいですよね。この帯のところに書いてますけども、約250種類のトランプゲームがね、まあ、バッチリ入ってる。でいわゆるチルドレンズゲームって言われてるような、要は子供向けのゲームは実はあんまり入っていなくて、割としっかりした大人向けのゲームというか、まあ、楽しめるゲームっていうのが割とたくさん入ってるっていうのが非常に特徴になっていますね。で中の目次から見てると、やっぱりすごいなと思ってるのが、一番最初の場合トリックテイキングゲームですね。トリックテイキングゲームが2章から始まってもずーっとトリックテイキングの様々なバリエーションが入っていて、いわゆる国内でも比較的メジャーな、例えばナポレオンとかハーツとか、まあ、あの辺もちろんなんですけど、ナポレオンともともとナップっていう種類になってて、もうそのすぐ次とか出てきてて、割と馴染みやすいものから次々いろんなもの、例えば、まあ、非常に難しいと言われるコントラクトブリッジとかね、いうのもまあ当然定番も抑えてるんですけど、ずーっとこう私が先日別のところで喋った、まあ、スポイル5とかこの辺にあったりするわけですよ。トリックテイキングゲームとかね、まあ、これでもかっていうぐらいあるわけですね。まあ要は聞いたことあるものもあり、聞いたことないものは例えばスカートとかね、ピノクロとかだと割とポピュラーだったりしますけど、まあそうでないものがあって、まあ、しっかりトリックテイキングのやつもやってずっとトリックテイキング続くんですね。ここの辺まで来てもまだ珍しいトリックテイキングなんで、トリックテイキングはまあとにかくたくさん続きます。でこの後、まあ、ラミー系のものがあったり、でその後だったらまあ大貧民とかね、割と分かりやすいものとか、まあ、ポーカー系のものとかがあったりして、まあ、ひたすら続いていくという形になってます。で中も割と分かりやすくなっていて、各ゲームのところにね、それぞれこう人数が ね何人で遊べますよとかね、カードトランプこのぐらい使えますよとかね、時計回りと反時計回り結構あるんですよね。時計回りとかどうですよとか、難易度を書いてあったりで、割とおすすめの人数も割と書いてあるので、割と細かくきちきちと書いてくれています。でトリックテイキングが最初多いと言ったんですけど、そのトリックテイキングをまとめるために、一番最初のトリックテイキングとはこうですよっていうのを割と丁寧に説明してくれたりするので、やっぱトランプのゲームだとトリックテイキングやっぱ非常に多い。トリックテイキングとか、まあ、ラミーとかも多いわけですけど、まあ、それを非常にたくさん抑えていて、最近のからね非常に昔のものまで各国で遊んでくれるもので、まあ、確かに、ね、絵とかがなくてね、本当にあの辞典的なね、あのがっちりした本なんですけども、なので、まあ、トリックテイキングから、ね、ラミーまで非常にたくさん種類が入っていて、特にね、まあ、中身はね、まあ、こういうカードのねプレイの仕方とかの絵とかね表とかあるわけですけど、遊びのね遊びチックな絵とか全然入ってないので、
いわゆる本当の大前チックのね、まあ、辞書的に使うっていうのがまあ面白く仕上がってる本ですね。で私も大体中見てみて、まあ、気になるゲームまあ結構あって、まあ、トリックテイキングとかですね、まあ、それ以外とかでまあずら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 と私は気になるゲームもあったりするので、まあ、そういうのね順次ねあのザーザーと読んでみて、あの例えばさ一番最初のトリックテイキングでもジャンルごと、例えばさっきナポレオンのナップ系とかなってるんですけど、まあ、ナップ系とかね、私がよく言うザータイプだったらオーヘル系とかあるんで、自分が好きなシリーズの違うのを遊んでみたり、全然知らないね、あ全く知らないなこれとかね、全然知らないルールだなーっていうのをピックアップして遊んでみると結構面白いんじゃないですかね。私もちょっとザーッと上げただけでも結構あるので、まあそうしたのをこなしていくのも楽しいんですけど、トランプだけでもねやっぱ結構楽しめますんで、まあ、これがねあれば結構いいんじゃないかなというふうには思いますね。ただちょっと弱点なのが、もうゲーム会とか持っていこうと思って、まあこの前持ってったりしてるんですけど、まあ分厚いんですよね。さすがにこれほどじゃないんですけど、まあこれねちょっとでも完全にこれも百科事典なんでちょっと持っていく無理なんですけど、やっぱかなり重いので、できればこれの電子版 Kindle 版がないか、私もう一冊買って切って自炊しようかなと今相当悩んでるんですけど、まあこういうのもやっぱりどうしても、さっきのこの辺もそうなんですけど、やっぱどうしてもそんなに数が出る本でないので、気がついた時には入手できなくなるっていうのは定番ですけど、何冊か持ってればね、これも私1980年代だから持ってるやつもありますけど、まあ20年ぐらいあったって全然腐るもんではないので、このトランプ大戦は1個うちにあればトランプのゲームとしてね相当遊べると思うので、そういう意味ではおすすめです。ただちょっとでかいんでね、電子版か何かが出てくれるともうちょっと嬉しいのになと思いますね。個人的には比較的軽いゲームとしてプレイできるこのダイズゲーム百科っていうのと、このトランプゲーム大戦、まあどちらもね、どちらかというと一般家庭ですとトランプゲーム大戦、まあトランプが大体どのご家庭にもあるでしょうから、まあトランプゲーム大戦もあれば、ダイズゲームもちろんあればね、まあダイズ用意する必要がありますけどね、まあ非常に面白いし、あちらどっちかって軽いゲーム多いですけども、ちょっとねトランプっていうのはね、やっぱりあのいわゆる神経衰弱とかババ抜きとか、いわゆる8系のページワンとかいうだけではなくて、大人のプレイヤーが駆け引きできるっていうのはやっぱ散々こんだけ本の中に詰め込まれてるっていうところが垣間見えるっていうのは非常に面白く仕上がってると思います。はい、というわけでですね、トランプゲーム大全のご紹介でした。これはねぜひね入手できるうちに、ちょっとね3800円のもんなんでちょっと高いかなと思われるかもしれませんけど、これは1個あればねもう多分死ぬまで持っててもトランプの本困らないと思いますね。いや本当にネットワークで調べるのもいいんですけどね、こういうのパラパラ見ながらね、いろんなルール触れていくのも面白いと思いますので、個人的にぜひおすすめです。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイドチャンネルですね、さまざまなボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですねチャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイドチャンネルの春99でした。